こんにちは、とハッピーです。今回の動画はこちら、3。さあ、この3は例のごとく変形します。結構これはね、こだわってます。普通に楽しいです。それでは変形させていきます。さあ、こちら中央からずらします。続いてこちらのカバーを開けられないドライバーで開けます。続いてドライバーで方針を出します。反対側も同様に開いて方針を出してカバーを閉じます。ここら辺がちょっとね、不親切です。続いて3の青いカバーを引き出します。スライドさせる感じですね。引き出したらそのまま180度開いて翼になります。反対側も開きます。続いて尾翼を立ててカバーを一度展開。ここをくるっと回すとコックピットになります。一緒にフロントノーズを出します。裏面の車輪もドライバーで出します。ここら辺ね、もうちょっと突き詰めてくれればすごく嬉しいんですけれどもね、引っ掛けるところがないっていうのが、これまた基本な部分もあります。これで完成。飛行メカ、翼にはおなじみのマークが入ってます。さらにボタンを押すと、エンジン音が鳴ります。後ろにも赤い LED、 これはメカの形状と音が見事にマッチしてますね。というわけで3から変形する飛行メカでした。このシリーズは久々に当たりかなと思います。ただ指引っ掛ける穴がね、もうちょっと突き詰めてくれたら非常に嬉しいです。元の数字の形がほとんど残ってないっていうのも素晴らしいですね。素材も家電シリーズとかスポーツシリーズの一部みたいに素朴はないです。以上、トイハッピーでした。